まこなこです。2023年11月の30日、突如として始まったのが劇集イベント第2期となってます。こちらの方、どういうような内容なのか、遊び方など含めて紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずイベント一覧から劇集イベント見てもらって、このような画面が現れます。これ何かというと、上の方、青、赤、紫、そして緑。それによって敵が様々変わるんですが、様々な敵に対してそれぞれ戦っていくとなります。自分で青いものを戦いたいんだれば、そのための編成などをする。赤と戦いたいんだれば、赤いための編成をする。などを考えながらやっていくような、そのようなイベントになってます。ここで下の方、挑戦設定というところを選んでもらって、上の方、合戦条件。ここをいろいろと設定することによって、敵の強さが変わるのですが、それによって上の方のポイントが上がってきます。このポイントをたくさん手に入れることによって、特性を上げるアイテムというものが得られやすくなりますので、こちらの方を狙ってやってみてください。また一方、編成条件というのがあって、これは今回の東洋ガチャ及びパネルミッション、それをクリアすることによって得られる武将となってます。これを入れることによって、ポイントプラスアルファで得られますので、このあたり手に入るようであれば編成に加えてみてください。この編成に関してはそれぞれの敵に対して編成をする必要がありますので、例えば青で編成、下の方編成ボタンを押してやってもらう、これは青のみの編成になります。上の方で赤い方を押すと、これは赤のみの編成になる、といったようにこの色によってまた編成を変えて、敵に合ったような編成で挑むことによってそれぞれ勝ちやすくなります。この挑戦設定でポイントを上げることによって何が変わるかというと、上の方ポイントが変わるんですが、そのポイントが上がったことによって得られる報酬の数が変わります。今下の方獲得報酬数500ポイントにしたことによって13、本来であれば10なんですけれども、追加報酬が敵中の手形を買ったことによってプラス3の追加報酬ありますが、基本は10、25分の10、最大で25となります。一番右までゲージを振り切れば、これは25分の25、満額もらえるとなります。なので、まあ、できればガンガンとこのように強くすることによって得られる報酬数、これは基本は25分の16、16枚もらえる。そして今ちょっと下のゲージ見てもらうと、いろんな縦線があって、赤いラインは縦線の真ん中にあるかと思います。これラインを超えないとさらに獲得報酬数増えないので、もしちょっと勝ちにくいなという時は少しだけ減らしてもらって、ラインとちょうど重なるようなね、条件設定をうまくやってもらえればいいのかなと。そうすればある程度敵は弱くなって勝ちやすくなる。無理に中途半端なところに赤いラインを止めるのではなくて、ラインのところギリギリで止めることによって比較的勝ちやすくなるかと思います。このあたりもポイントを検討する際には考えてみてください。そして下の方で出陣可能回数、これ10回毎日更新されて、またプラスボタンを押すことによって商店でアイテム買ったりとか、もしくは無料でもらえる無料のチケットみたいなもの、それを使うことによって回数を回復すること可能です。朝の4時に回復1回しますので、10回分、これは毎日使い切るようにしましょう。続いてミッション。ここミッション見てもらうことによって、様々なミッション出てきますので、このあたり達成すると、小判であったりとか、また先ほど言った回数を回復するアイテム、こうしたものが手に入りますので、指令書というものが手に入りますので、で、期限と書いてあるものは、今回の期限中に使ってしまいましょう。また、それだけではなくて、敵と戦って倒した時も手に入るのですが、このような紋印というものが手に入ります。これを手に入れることによって、武将の特性のレベルアップが可能になりますので、そちらの方もまた後ほど紹介します。一応こういうものがある。で、紋印箱に関しては好きなものをこのように選んで手に入るとなりますので、このあたりアイテム一覧から使ってみてください。そして、目指すは、まずは2300可能であれば、育ってる人であれば2300ぐらいは狙いたいような、そのような値になってます。で、その後に何があるかというと、様々なこの武将の有効度もらえたりするんですが、次のページ見てもらうと、最終的には総計3500ポイント、ここで打ち止めとなっていて、
2300ポイントまで自らの条件のみで達成することによって、あとは東洋ガチャおよびこのパネルミッションでも手に入る服部半蔵、これが手に入って編成に加えることによって3500というポイントを目指せますので、普通に戦う際には2300ポイントをまず目指すということを覚えておいてください。他アイテム、これは先ほど言ったこれ下の方になるんですが、モンジル芝生というものがありますので、手に入ったのであればこれを使用して個数決めて右下獲得を押すとこれが手に入るとなります。で、この手に入ったものはどこに表示されるかというと、今現在は一番上、特性強化アイテム、様々な色があって金色があって、またこの上銅色の中、そして黒の書、この4種類、そしてそれぞれの色、それプラスこの白無印、これが最終的には必要になるので、どれを上げるにしてもこの下の無印というものは必要になりますので、これが手に入ってないと上の方がたくさんあっても特定のレベルアップできませんので、そこは注意しましょうといったところで、戦って手に入れるぐらいしか手立てがないので、普通に戦って入った分だけ特性を上げるために使っていくと良いと思います。そして出陣先、ここ触るとこれはもう自らが取ってきた拠点の内容をすでに表示されてますが、マップで見てもらうと分かると思うんですが、例えば今地図開いてますが、この拠点のアイコンの右上に赤とか青とか紫、緑という色が見えるかと思います。ここに自らで行ってもらって、その拠点触ることによって、その場で戦うか、もしくはそれを登録して、家に持ち帰って、のんびりと家で遊ぶか、ということが可能になります。そして、この登録してきたものが今、表示されているとなります。これは、この登録先の画面、そこで的中というところが追加されてますので、ここ触ることによっても見ることが可能です。そして、右下、登録数をこの増やすことができるんですが、これはこの今回の第2期のみ数を増やすことが可能となります。なので次回に持ち越せないので、そこは注意が必要です。これ決定やることによって小判が必要になりますので、250、これを毎回例えば10個まで確保したいとなると、5個分増やしたいとなると1250も小判必要になるので、これ使うかどうか遊び方次第によってしまいますが、もったいないと思うんであれば5個分貯めたんであればとっとと戦って、そしてまた午後貯めるとか、その場でとっとと戦うかとか、いろいろな方法でできるだけ使わない方が個人的にはいいと思いますが、それぞれの条件に合わせて増やすか増やさないか決めてください。今回のみということだけは注意してください。今説明した敵中の拠点の登録数、これどうやら不具合があって前回の分が引き継がれているという話です。ですが今回はこのままでいくそうなのですが、次回第3期では修正入るそうなので、前回小判使った人は今回も無料でそのまま引き継げるということで、おめでとうございますということで、今回改めて投資しようとしている人は次回は引き継がれないということも確認の上使うかどうか決めてみてください。そして重要なのが右下の合戦復活、これは一回戦った場所はその日は一回しか戦えないんですが、この合戦復活をすることによってもう一回同じ拠点でも戦いが可能になる。なので行きに5個の拠点戦って、で合戦復活やって、帰りに5個の拠点また取ってきて戦うみたいな形の使い方が良いのかなと。このような感じで一応この復活があるっていうことも忘れないように。なので家から動けないっていう時は家で1回その拠点触ってもらって、家の拠点を触ってもらって、そして合戦復活やってもう1回触ってもらうみたいな遊び方も可能です。続いてパネルミッション見ていきましょう。今回この敵中イベント、悪名の高きパネルミッションが追加されてますが、今回はかなりマイルドになったのかなと。まず敵中に25回勝利、これできるだけ早くクリアした方が良いかと思います。また開催期間中に特性レベルを合計1つアップ、これもできるだけ早めにやりましょう。今上左右下、これはそれぞれ青のものがもらえるようになっていて、これは多分全部集めると誰かしら武将1人は特性ランク上げられるようになりますので、まずはこの上下左右比較的簡単にクリアできるもの、これをクリアしてもらって、そして特性ランク誰か上げてもらって真ん中も達成するということをまず狙いましょう。
あと左上とか右上とか愚心とかちょっと厄介なものがありますけど、こういうのも終わらせてパネル2にできるだけ早く行くようにしておきましょう。1枚目達成することによって服部半蔵これもらえますので、そしてこの武将を編成に組み込むことによってプラス200ポイントポイントがアップするという効果があるので、それによってさらにアイテムが得られやすくなるということがありますので、できるだけここは1枚目に関しては早めに達成を目指しましょう。そして2枚目、ちょっと暗くなってるので分かりにくいですが、今回そこまで難しい条件はないのかなと。特にある程度遊んでる人であれば多分右上の総計1000ポイント以上で敵中に勝利、これが一番厄介な可能性があります。ちょっと真ん中見えないけど多分大したものではないはずです。60回勝利、右上総計1000ポイント、以前はこれで2300ポイントで勝利で多くの人が苦労したというねことがありましたけれども、そして3枚目、こちら側、ここも最大で多分右下の1500ポイントなので、今回は前回の反省でもあったのか、珍しくあの開発会社が反省でもしたのか、マイルドになってますので安心して挑んでみてください。真ん中愚心を真ん中に愚心を10回完了するというね、こういう一番厄介なものも入ってますけれども、なのでこの後様々また紹介しますので、そのあたりも見ながらぜひともクリア目指してください。そして2枚目完全に達成すると今回の敵中の投与札10枚分もらえます。またその他下の方で特にこの白いものが無印の紋印、これがかなり重要になりますので、確実にこの2枚目まではクリアするようにしましょう。そして3枚目、これも白いものがあるほか、こうした自らで色を選べるものというものもありますので、普段敵中やる際には特に色こだわらずにやってしまってもいいのかなと。でこれで特定の色を得てもらって、それで特定のスキルランクを上げていくみたいな形でも良いかと思います。あまり選んでやろうとするとかなり遠くまで移動しなければいけないということも出てくるかと思いますので、その点もし面倒だと感じるようになればこちらの方のアイテムで最終的な数の調整をするような、そのようなプレイもいいかと思います。そして3枚目にまた服部半蔵1000ポイント有効度もらえますので、覚醒ランク1までは上げられます。自慢のお店にようこそ。さて自慢のお店にようこそということで、敵中パックが売られています。これは敵中を遊べる回数が増えるのと、敵中用の投与ガチャ、それ用のチケット、シンプルな内容になってますので、あまりやらないという人は無視しても良いかと思います。だけれども特性ランク上げるものは基本的にはここぐらいしかなかなか手に入らないので、がっつり特性ランク上げたい方はもうここでお金を投じてしまうという人もねいるかもしれませんが、私は投じません。そして交換所、まず戦国マイレージの方、ここで上から2つ目、敵中の第2期のチケット50枚分手に入るので、ここでがっつりとポイントを使ってもらって投与ガチャ狙ってみるのも良いかもしれません。また大名ポイント、こちらの方もこれは一番上の方にありますので、とはいえなかなか大名ポイントはたまらないと思いますので、特にお金使ってない人はここで使わなくても良いと思います。そして常設の戦国マイレージ、これ一番下あるので、こちら側どういうプラス効果があるか、まず他の特急手形と同じく1万ポイント分条件達成することによってポイントが貯まるというのがあります。このマイレージ見てもらうと、一番下に敵中手形購入したら追加されます。特急手形とか通常手形と同じく民に触れた回数であったり、野戦した回数であったり、歩いた歩数であったりとか、それによって最大ポイントが1万手に入る。だけれども3000円とものすごく高い。とはいえそれ以外の効果もあって、まず一つの効果は獲得の枚数、今ここ緑色でプラス3というふうに書いてありますが、これがあの敵衆のマイレージのものを買ってもらった人、その人がプラスで得られる報酬数となってます。さらに戦う際にこの1日10箇所も拠点行くのめんどくさいという場合、あれを購入することによってここで1つの場所で最大5回分戦える、つまり
ここで家でまず5回分戦う、家の近くの拠点触って、そして戻ってもらって右下合戦復活やってもらって、そしてまた家の拠点でまた5回分戦うとなると、家にいても全部10回分使い切れるというようなものになってますので、出不精な人はこれは買ってしまってもいいのかなという気もしますが、3000円はちょっとねっていうような気もしますが、なぜか私は買ってしまってるとなります。得られたアイテムで特性を上げるには、この武将の画面で特性の方を見てもらって、次を上げたいものを選んでもらって、もしポイントが溜まってるのであれば右下実行を押すことによって上げることが可能です。必要数がちょっと見にくいのでなんですが、もし数が足りてるんであれば色が青色に変わりますので、これもちょっとアイテムがまだ足らないということで上げられない。このあたりアイテム集めて必要な特性を上げていきましょう。どういう特性を上げていけばよいかなどはすでに別動画上げてますので、そちらの方をご覧ください。今回敵襲イベント第2期オリジナルの武将、それが東洋ガチャで追加されています。この金色の上とこの銀色の下、これで提供割合変わりますので、銀色の方は今回手に入る風魔小太郎 0.25%、 一方望月千代目これは 1.25%、 望月千代目の方がパーセンテージが高い。一方この金色の方、こちら側は風魔小太郎が 0.5%、 望月千代目が 1%、パーセンテージ変わってますので、こちら側注意してください。またこちら側は基本有料で回すことになりますので、その点も注意しましょう。また別途投与チケットがあればそれを使って回すことが可能です。そして50回目で SSR 確定、これは全ての SSR の中から1つ確定となる。風魔小太郎と望月清め合わせて 50% になりますので、こちら側まず50回狙ってもらって、さらに100回目、150回目は風魔小太郎と望月千代目、これパーセンテージさらに上がって 25%、50%、 200回目まで回すと 50-50 でどちらかが来る。だけれども選べないので、あまりハマりすぎないようにそこだけは注意してください。では武将の能力見ていきましょうか。こちら側まず風魔小太郎、これは異名900、かなり高い。そしてマックスまで上げた段階での戦法の能力、こちら側武勇攻撃があって混乱付与、なおかつ火傷付与、このあたりはかなり有効に働くと思いますので、間隔24秒、多少長いかなという感じですけど、使い勝手は悪くはないと思います。また特性、このオリジナル地部隊の兵士が弓の時攻撃が 15% アップ、これは直近行われてるまた別の共闘イベント、そこの立花宗茂とセットにするとものすごく強くなるんじゃないかなっていう、これは自分が副将にいても与力にいても発動するものなので、多分立花宗茂とセットにすることによってすごい攻撃力発揮できるんじゃないかと思います。また副将の時にも攻撃アップなので、これはもう与力でなく副将に確定かなと。また与えるダメージもちょっと待って、これは強すぎやしないか。与えるダメージ 5% 増加で、こうした副将の時の武将、これの特性ランク上げていくと、これ一気に 5% 上がったりとかしますので、この与えるダメージも 5% 一気に上がるので、こういう武将は、まあ、覚醒ランクある程度重ねられるんであれば、かなり有効なそのような武将かと思います。ちょっとこれは壊れた内容かなっていうね、ついに壊れ武将を出してきたなっていうね、そういう内容かなと。あと混乱発生を抑える、なので相手が風魔小太郎持ってきても混乱、この体勢によってこっちは耐えて逆に混乱与えるとかね、そういうことも可能かもしれない。個人的には宗茂の副将が一番いいけど、先頭に出して戦っても良いかもしれません。なお初期にすると多分この内容火傷がなくなっているので、また割合とかも変わってるはずなので、まあ、そこら辺上がりきらないとあんまり面白くない。だいたい覚醒ランク3まで上げられる人であれば、これはものすごく強い武将になるかと思います。一方望月千代目、こちら側は異名が850となります。最大まで上げた状態で見ていきましょうか。まず戦法、これ防御上昇、攻撃上昇、フェイス回復、
味方の能力上げつつ兵数回復効果もある。だけども回復は範囲ではなくて味方一部隊となっているので、その点は注意が必要です。そしてこれは味方一部隊のみ攻撃上昇と防御上昇なので、ここら辺で他の範囲系の能力アップ系、そこら辺と比べると見劣りするかもしれませんけれども、例えば共闘イベントで誰か一人が突出してダメージ受けてしまうみたいな時には使って回復してもらうみたいな戦い方はできるかもしれません。そして特性見ていきましょうか。こちら側強化延長防御上昇、ちょっと全体的には非弱化短縮弓兵法上昇弓となっていて、ちょっとここら辺は面白みは乏しいのかなという気はします。まあいずれにしろ初期の状態、まあ、このような回復するとか、また攻撃上昇はなくなっているので、まあ、このあたりもあまり育てられない人は面白みがさらに乏しくなっているような、そんな内容ですが、この2人手に入れることによってこの敵将イベントポイントアップの効果測れますので、まあ、手に入れたんであればまずは編成に組み入れて、それでポイントアップ測って特性ランクを上げやすくしてみてください。では10枚だけもらってますので行きましょうか。出てくれるよね。前回攻略動画上げたはいいものの、自分は東洋ガチャ全く来なかったんで、あんまり他の人と比べて稼げなかったっていうことがありましたが、今回もなんかそのような感じがしますね。いや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 、まあまあまあ10枚だからしょうがないと言えばしょうがないけど、長いこと来てないのでどうしたものかといったところです。皆様は、まあ、どこまで引くか分かりませんけれども、引けた人はおめでとうございますということで、今回の投与を終えたいと思います。では一回戦ってみましょうか。青の方でやってみようかと思います。後で編成とかは述べたいと思います。これで勝てるかどうか、西軍大将毛利輝元戦ってもらいましょう。まあ、前回やった方からすると、当然私の動画見た方からするとね、どういう戦いになるかはなんとなくわかるかと思いますが、今回敵は混成部隊なので、そのあたりでどうなるか見ていきましょう。まあ多分同じような形で勝てそうな気配があります。これ前回と同じく射程距離を生かした弓の部隊のみで戦っている。そして敵は弓部隊なくて最大でも鉄砲なので、射程距離長い部隊はこれでもう2300ポイント割ったというね話になりますが、これはある程度私は育ってるからというのがあります。発売日から遊んである程度がっつりやってるので、弓の部隊は育ってないものの、まあ、それなりに他の部隊レベルも上がってるしでということもあるので、まあ、この辺りがどうなるか、ちょっと編成見てみましょうか。ここで挑戦設定見てみましょうか。敵は2300ポイント、まあ、最低でもここまで行ってもらいたいというポイントになります。これに東洋ガチャ及び服部半蔵パネルミッションで手に入れれば3500のポイントが達成可能になります。全部弓のみになってます。これ先ほど言ったように敵は最大射程は鉄砲のみなので、鉄砲より射程の長い弓で早めに倒しましょうというような流れです。合戦条件、このようにまず攻撃とか兵法とか上げてもらって、また敵部隊の攻撃速度、これ何かというと当たらなければどうということはないというね、仮面をかぶった人が言ってましたけれども、その内容を地でいくかのような内容になっていて、敵の能力上がるものの防御とか兵数は上げず、それによって敵から攻撃される前に手早く敵を倒すという、そのような内容になってます。だけれども、これは育ってるからこそできるので、前回同じようなことを紹介したら勝てなかったっていう人もいたので、それに関してはちょっとまた別動画で紹介しようかと思います。今回長くなってしまったので、とりあえずはこれで終えて、また他の色とか、それも含めて紹介しようかなと。多分ですが、この上杉謙信も似たような編成で、もしくは鉄砲を入れた方がいいか、というぐらいで勝てるかと思います。他は、敵弓の部隊入ってるので、ちょっとこの辺りがどうなるかといったところ、同じような編成だと負ける可能性がありますので、その点注意が必要です。この辺りはまた別の動画で紹介します。ということで、今回の敵将イベント第2期紹介を終えたいと思います。遊び方の把握ができたりとか、もしくはポイントをある程度稼げるような状態になったという方は高評価でもいただけたら幸いです。今後、
あまり育ってない人向けの何かしら編成も考えて動画上げていく予定ですので、チャンネル登録してそうした動画をお待ちいただけたら幸いです。ではでは。